はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。3月は22日ですよね。22日、はい、の水曜日でございまして、ブーまったりとしています。はい、約1時間半ぐらいですね、昼寝をしました。まあそのうち寝たのは1時間ぐらいでしょうけどね。2度寝か3度寝しましたね。久しぶり、どうでしょう、2、3ヶ月ぶり、今年になって初めてぐらい、いや、したかな、よう分からんですけどね。ソファーベッドをね、ベッドに、いや、ソファーにずっとしてたんですよね、人が来るんで。で、めんどくさいから、そのまましてたら、もう昼寝も しなかったんですけど、今日久しぶりにソファーベッドにして、横になると、コテッと寝てしまいましたね。はい。なかなかね、起きられなかったんですよ。寝た、起きようと思いながら1時間半ですね。はい。その間ですね、マーケットは終わってしまいました。日経平均520円高で終わりました。ドル円はですね、うにゃうにゃですね、 132.36 というあたりでうにゃうにゃ、本校までやってまして、プラス362、うにゃうにゃですね、ここもね。まあその他目立った動きはなさそうな感じですね。はい。注目ドルウォンはうにゃうにゃですね、1307というところでうにゃうにゃしてますね。そのウォンの国なんですけども、連合ニュースという、まあ、通信社がございまして、そこでですね、10時54分今日出た記事でして、かなり向こうでは、向こう版ハングル版では大きく取り上げられてるんですけど、最大野党代表在宅起訴、背任や収賄罪でということですね。韓国検察という記事なんですけども、ちょっと最初を読みましょうか。韓国のソウル中央地検は22日、最大野党共に民主党のイ・ジェミョン代表を背任や収賄、利害衝突、利益相反防止法違反、腐敗防止法違反、犯罪収益隠匿規制法違反、そんな法律があるんですね。日本にはないと思いますけど、の罪で、在宅起訴した。イ氏はソウル近郊キョンキド、ソンナム市長時代の都市開発事業などをめぐる背任容疑や、大企業に地元サッカークラブソンナム FC への後援金を出させる代わりに、便宜供与した疑いが持たれていた。2021年9月の捜査開始から1年半で起訴されたと。先日ですね、逮捕状が出ました。ところがこの方、国会議員なもんでして、不逮捕特権というのがございます。なんでですね、国会に逮捕の許諾が図られまして、野党の方がですね、過半数を占めてます。全300議席中165がですね、野党系なんですね。それでもですね、実は賛成が上回りまして、棄権とかあってですね、300の過半数、151に達せずですね、賛成が。136やったか9やったかなんかそんなんですね。ギリギリ逮捕を逃れました。で、逮捕されなかったんですけども、在宅起訴、つまり家にいてもええけども、起訴すんでという起訴に、至りました。日本ではですね、起訴されたらですね、99.9% 有罪になります。まあ、大人さんはどうか知りませんけどね、よっぽど自信がなければですね、起訴しないんですね、日本の警察は。もう大人さんも似てると思うんですけどね、ただどんな判決が出るか分かりませんけどね。ユン・ミヒャンっていう人がですね、いわゆる正義連という正義連帯なんたらという、もう元慰安婦たちを支援すると称していた団体の元代表なんですけども、こいつがですね、全国から集まった寄付を私していたわけですね。
で、それがバレて起訴をされたんですけども、ほんのですねちょっとしかですね有罪にならずにですね、たかだか150万円ぐらいの罰金で済んだりしたんですね、第1審ね。今第2審やってますけども、だからようわからん判決が出るんですよね。お隣さんとはようわからん判決が出ます。なんで、このまますんなりとですね、有罪がパンパーンと決まるかというとですね、それはようわからんということですね。で、なんせオリジナルの法治国家でございまして、我々のスタイルの法治国家とちょっと違ったタイプですね。なのですんなりと有罪になってですね、Go to prisonになるかどうか分かりません。もうちょっと読みましょうか。検察によると医師はソンナム市長時代、ソンナムというのはですね、日本語で城南、城の南と書きます。ソンナム市長時代の事業だったテジャドン、これはですね日本語を読みしますと大正道という読めますね。向こう読みでテジャドン開発で、民間事業者に有利な事業構造を承認することでソンナム都市開発公社に4895億ウォン、約500億円の損害を与えた。また側近を介してソンナム市や都市開発公社の情報を流し、民間業者に7886億ウォンの利益を得させたとされる。だいたい10分の1ですかね、日本円に換算すると7886億ウォンというと788億円という、まあ、結構な利益ですね。同様にこれは読めへんな、イレイ新都市開発事業でも民間事業者に内部情報を流して不当な利益を与えたと検察は判断した。まあ以下うにゃにゃにゃ書いてありますけども、要はですね、もう利権は最大限にこう使ってですね、こうどう見ますかね、不当な利益をですね得させて、まあどの程度自分に還流させたかというところについてはですね、この内容だと起訴されてはいないですけどね。まあ今それを調べ中なわけでしょうね。もうこれはですね、このテジャドン関係はその関係者合計5人の方がですね、亡くなってまして、4人は完全に自らですね、で1人はちょっとようわからん亡くなり方ですね。まあまあ要はね、旗から見てて真っ黒なんですよ。で国会議員にですね滑り込んだのもですね、その不逮捕特権を行使するためやろうと言われてるんですね。でそれをその最大野党の党首に据えてるわけなんですよ。いかんせなんか弱いですね。ユンさんにとってこれは強硬なわけですよ。強引に日本との関係改善を進めてもですね、野党からですね、お前は親日派やとか屈辱外交やとか言われてても、言うてる先頭のおっさんがこれですから、やっぱ弱いわけですね。だからいまいち盛り上がってないわけなんですよ。なんで、まあラッキーのやラッキーなんですね、ユンさんにとっては。でお前言うたところでお前らの対象これやないかみたいなですね。なんかどっちだけになってるわけですね。ただね、ユンさんの支持率もまだ3割そこそこですからね。で認めないというか、なんていうか功績を認めないというのが人が6割いますから、ガンガン行け行けという感じにはなっていないわけですね。ただその本来だったらですね、日本にまあちょっと譲ったような形になっているのを、もう非難轟々の十字砲火を浴びせられてですね、政権が危うくなるぐらいのことなんですけども、いまいち盛り上がらないのはこれですね。まあ今後だからですね、ユン政権が続く限り、あるいは保守政権4年後にまた保守になる限り、このイ・ジェミョンさんというですね、疑惑のデパートみたいな方がですね、Go to prisonになるのはほぼ確実ですね。まあ唯一希望はですね、4年後にですね、政権がまた左派に戻った時にですね、一気にこれはひっくり返されると。要は政権によってね、その犯罪の起訴が決まるというのがお隣さんでして、まあそこがオリジナルの法治国家というゆえんではないかなというふうに思いますね。まあまあ呆れるんですけどね。今後これはちょっとやっぱり注目ではあります。
で、ものすごい大きな事件ではありますけども、まあ日本ではそんなに大きく報道されないでしょうね。この聯合ニュースの日本語サイトの今半分ぐらい読んだページを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。